11月9日、中国吉林省で兵士が脱走、4人のうち3人が射殺された事件は高い関心を集めました。中国当局はすぐに関連報道を封鎖しましたが、逆にこれは様々な憶測を呼んでいます。事件を最初に伝えたのは中国ネットテレビ局 CN テレビ。吉林省の警察の発表として、9日の朝4時半から6時ごろ、吉林省のある部隊に所属する兵士4人が、自動小銃1丁と795発の弾薬を持ち脱走したと報道。4人は80年代から90年代生まれの10代後半から20代前半の若者でした。事態を重く見た軍は、吉林省、遼寧省、黒竜江省の警察と協力し、大量の兵士と警官を現場に派遣。3つの省に通じる交差点に検問所を設置し、その日の午後3時過ぎ、遼寧省武順市の国道沿いで4人の脱走兵を捕らえました。現場からの情報によると、車の中で脱走兵が先に発砲し、警官1人が負傷した後、双方の撃ち合いになったと言われます。共産党系のネットニュースは、事件はすでに制御されたと報道。事件が暴露されると、中国の各主要ニュースサイトによって、瞬く間に転載されました。しかしその日の午後6時から関連報道が削除され始め、翌日には関連記事がほぼ全く見られなくなっていました。对，现在所有的关于这方面的全部被删了。在大陆的民间反响非常强烈，包括曾经当过兵的这些人，都觉得啊，这次事件注定会写在里程碑上。这个里程碑就是中国人民这个反抗暴力统治、反抗专制统治的这个里程碑上。兵士が脱走した理由について、当局はまだ何の発表もしていません。事件について王さんは、内部の人間も今、立ち上がり始めたことを証明したと述べました。所谓在大陆共产党所教育下的红色战士而言，以前都是要忠于党的，说白了就是党家军、党卫军。那么现在通过这四个战士的歇枪出逃，从他们携带的枪支，以及到携带的大量的子弹，都可以证明他们是有提前、有准备、有预谋的。那么从这一点来讲，最起码证明一点，就是我们部队的战士正在觉醒。ただ事件の疑問点は尽きないとも発言。值得推敲的东西太多了。第一个哦，封锁的这么严密，这本身就值得推敲。因为他害怕这个事情成为一个导火索。第二个呢，这几个士兵到底回家要干啥？拿着这么多枪弹药，而且他们都没有在本地作案，都奔自己的老家而去。他们到底回家要干啥？未確認情報として、兵士3人は自宅が強制撤去にあったほか、もう一人の兵士も姉が上官に暴行されたとも言われます。また4人の家族は皆連行され、自宅の村の出入り口は当局の監視下に置かれているそうです。また、吉林省警察の指名手配書によると、4人は65331部隊出身、信用軍区の陸軍第16集団軍に属します。中国軍を指揮する中央軍事委員会の上西高副主席も第16軍出身。副主席は出世すると元部下を大勢抜擢し、東北軍勢力を形成してもう一人の軍副主席の勢力に対抗しました。整个官方这块全部封杀所有的消息，我觉得这本身就是非常非常大的一个阴谋，很可能涉及到军委这个部队军委高层这块的政治斗争。因为马上要涉及到明年十八大，涉及到要换届。那如果说在他的部队里面关键时候出了这样的事情，而且都是把人家吉利的部队没有任何人证这种情况下的话，那势必会影响徐才厚的所有的这整个系列的人的升迁。また射殺されず負傷して拘束された兵士も口封じのために殺されるだろうと王さんは案じています。新党人